1976年モントリオールオリンピックは、1976年7月17日から8月1日までの16日間、カナダケベック州のモントリオールで開催されたオリンピック競技大会である。一般的にモントリオールオリンピックと呼称される。モントリオールは、フランス語圏ではパリに次いで2番目に夏季大会を開催した都市である。本大会は、 IOC が1974年の第75回総会でオリンピック検証からアマチュア条項を削除してから初めて開催された夏季オリンピックであった。なお、モントリオール市は本大会開催により巨額の債務を背負い30年後の2006年にようやく完済を果たした。モントリオールオリンピックの開催は1970年5月12日。 オランダのアムステルダムで開かれた第69回国際オリンピック委員会総会で決定された。1976年モントリオールオリンピックをボイコットした国1980年、モスクワオリンピックをボイコットした国1984年、ロサンゼルスオリンピックをボイコットした国上記3大会とも参加した国開会宣言はエリザベス2世がカナダ女王として行った。 本大会の後、カナダでは2回オリンピックが開催されているが、女王が開会宣言を行ったのはこの大会のみで、以後の2回はいずれも総督が開会宣言を行っている。メインスタジアムの建設は、当時世界初と謳われた開閉式屋根の巨大競技場として計画され、当初予算3億2000万カナダドルでスタートしたが、第1次オイルショックが発端になった。 物価高騰で建設費は膨れ上がり、工事も遅れ、未完成のままオリンピックの開催に至った。開催までに、見積もりの2倍の2億6400万カナダドルが投入され、その後の建設、改修、修復費用に金利を加えると、最終的には16億1000万カナダドルに上った。そのため、大会は膨大な赤字を計上した。 モントリオール市と同市が所在するケベック州政府は共同でこれらの負担を弁済し終わったのはオリンピック開催から30年後の2006年11月であった。その財源は増税という形で住民から調達し、モントリオール市は不動産税などを、ケベック州はタバコ税などをそれぞれ増税することによって補填した。以降、 社会主義国であったソ連で行われた1980年開催のモスクワオリンピックを挟み、1984年開催のロサンゼルスオリンピックで商業化が著しくなってゆく、短所となった大会とも言える。ありがとうございます。